せーの、エンタックスをご覧の皆さん、こんにちは、前田剛毅です。塩野喫茶です。今回は、まあ、親子に関して言うと本当チームワークも出てますし、で、まあ、内容に関してもすごいそのシンプルで、男の仲間は絆、友情、生き方、大切なものとはみたいなものがテーマになってると思うんで、すごいまあ爽快感あふれる、まあ、スカッとするような気持ちがこうふっと明るくなる作品になってるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、まあ、僕に関して言うと、その前回は本当に出番があるかないかぐらいの感じで、すごくあのメラメラして頑張った作品だったので、まあ、今回もその気持ちは忘れずにやって、まあ、燃え尽きる覚悟で挑んだので、まあ、自信はあります、うん、僕今回のは割とこう俯瞰で、まあ、親子のことを考えつつ、まあ、少し兄貴分な新しい、まあ、轟き毎作ちょっと違ってるというか、まあ、更新してる性格ではあるんですけど、まあ、今回がやっとこうちょっと人間らしく着地できたんじゃないかなっていうところですかね。だから、うん、頼れる存在っていうところまでは行き着かないのが轟きのむしろ不器用で愛くるしい部分なのかなっていうキャラクターです。小田島雄賢という名前なんですけども、まあ、四天王の一人で、その中で、まあ、参謀みたいな役割を、果たしてるんですが、なんか接着剤みたいなやつです、はい、他の高校と他の高校のつなぎ目みたいなことをしたりとか、頭とその幹部のつなぎ目みたいなことをしたりとか、なんかとにかくこうちょっと緩く見えるんですけど、頭を使って周りを俯瞰しているやつかなって思ってます。両キャラクターともずっとメガネがちょっと一つキーアイテムかなと思うんですけれども、はい、普段はメガネはかけられるかどうかっていうところと、あと、まあ、メガネ姿のこう周りの皆さんの評判とかってどんなところですか？まあ、僕に関しては本当に轟きをきっかけなのか、たまたまのタイミングなのかわからないんですけど、そのあたりからメガネの役がもうこれでもかぐらいするようになりまして、でだからこそよりプライベートでもメガネかけるようにもなりましたし、あとはまあやっぱ廃炉の関連するちょっとイベントとかは極力やっぱりちょっと轟きが見えたらいいなとかも思いつつ、メガネ自体は轟きによって好きになりましたね。なんか例えばメガネをかけると轟きスイッチが入るみたいなのってありますか？学ランですかね、スイッチで言うと。学ラン、はい、ちょっと絶妙にショート丈の学ランと、あれパンツセットアップじゃなくて実はディッキーズなんですけど、めちゃめちゃメーカー名言っちゃったディッキーズのちょっとこう太いワイドなワークパンツなんですよ、うん、それをやっぱ着ると、うん、スイッチを入りますね、うん、それこそこれのイベントで3年ぶりに着用した時もすごいそのちょっとこう鳥肌が立つような感覚になりました。塩野さんの方はいかがですか？僕はもう本当にもともとメガネとかサングラスが大好きで、で結構洋服とかもあんまり洋服自体もお金かけないんですけど、メガネとかサングラスには結構お金を使うところがあったりとかするぐらい、今でも20本ぐらいあるのかな家に、はい、そんぐらいメガネとかサングラス好きなんですけども、でも別にそれも狙ってとかそれがあったからっていうわけじゃなくて、まあ、その前からもメガネ役が多かったりも僕もしたので、そうだよね、うん、プリンスでもねもうそうですし、うん、他のドラマでもなんかかける役があったりとかして、まあなんかメガネかけさせたくなるのかなとは思っているんですけどそうすると結構プライベートでも結構メガネをいろいろかけられてる感じなんですか？結構かけてますね。マスクになってからちょっと減りましたけど、マスクじゃなかった時はもう毎日かけてました。うん、曇っちゃうから。そう、あれ曇る人と曇らないタイプいらっしゃるね。ああいますね。でもあとサングラス結構濃いめのとかだとマスクつけてたらもうやばい、うん、確かに確かに黒いし何も見えないですね。そうなんです。なんでちょっと、ま、濃いのとかつけれなくなっちゃう。
あの小田島のイオンズついたサングラスっていうのはあの用意してもらったものですか、ご自身で選ばれたんですか、それとも用意してもらったもので、その中で何個かあったんで僕がこれがいいって言ったものですし、あとレンズの色に関しては若干指定しました。はい、ちょっと緑っぽい、いやグレーっぽい青、グレーっぽい青か、うん、青だね、青か。あの小田島のセリフ回しのところとかっていうのはどういう感じで作り上げていったんですか。これあんまり言うとなんかね角が立つんですけど、まず大前提として他の現場ではそんなにあのいろいろ言い回しとかを変えたりはしないんですけども、今回のこのハイアンドローザワースト回しやクロス、それに関しては、こんだけ人数がいればそんなに管理できないだろうと思って、めちゃめちゃセリフを小田島、僕の中の小田島でいじってます、はい、そうすると結構シオモさんの方からアイデアを出されたという感じですか。勝手にやらせていただきました本当にごめんなさいそういうなんか現場っていうのはあの意見を結構言い合えるようなこう現場だったんですね。そうするといやもう本当に意見言い合えるというよりはもう本当になんだこんだけ人数いるから管理できねえだろっていう気持ちの方が強く、あとそんぐらいしないとやっぱり埋もれてしまうなっていうのは最初にあったので、うん、なんとなくその自分の中の、うん、ものを探しながら手繰り寄せながらやった結果がああなりましたという感じでございます。それぞれなんかこの作のアクションのためになんかトレーニングしたとか何かをやったっていうのは何かあるんですか。それぞれ僕は体少し大きくしてましたね。でも小田島もそうだもんね、その今回そうです、脱ぐシーンもあるし、はい、あの前田さん体重増やすっていうのはなんかこうトレーニングして増やすとか食べるって増やすとかってことですか。あ、まあ、トレーニングですね、まあ、あとはまあアクション練習とか役トレとかもあったですし、まあ、あとはその僕は轟の、そのアクションのスタイルみたいなものもちょっと意識してました。アクションチームから轟のアクションってそのオンとオフっていうのを切り替えをすごいあの魅力的に感じてるんですっておっしゃっていただけてて、僕もその時意識しながらやってたので、今回は特にそれをちょっと強く出してみようと思って、その温度差というかっていうのはよく、うん、感じながらアクションしてましたね。そうすることによって体力も温存するし、一点集中型というか短期集中でギュッとこう力を込めるパワーみたいなのは轟は強いんじゃないかなと思って。あの塩野さんはずいぶん昔から結構体バキバキっていう印象があるんですけど、あの普段どれぐらいトレーニングしてるのかっていうと のと今作のために何か特別なトレーニングされたんですか。まず普段まあ一応気を使ってはいるんですけども、まあ特にハイアンドローザワースト前とかは、今回のクロスの前とかはそんなに、やっていなくて、ほとんど運動もしてなかったんですけども、今回やっぱり、ちょっとやっぱ脱ぐよっていうのを何回3回ぐらいなんか言われたんですよね。なんでどこまで脱ぐんだろうと思ってなんかちょっとプレッシャーをかけられたんで、あ、まあこれはちょっと、頑張ろうって思って、まあ、僕もやっぱその出るからにはっていうのは普段から強い方なので意識は、鍛えてたんですけども、ちょっと後半結構鍛えすぎて若干大きくなった瞬間があって、うん、あ、これやばいって思って、やっぱり僕の中で小田島は線が絶対細い方がいいと思ってたので、線を細くしつつも、その筋肉がちゃんと見えるように頑張りました。映画の内容にちなんで、ご自身が何か守りたい大切なものがあるとすれば何かって聞かれたらどう答えますか。お二人、家族です。え、おーって言ったのに家族っていうのはお父さんとかお母さんとかも含めてってことですよね。もちろんです、もちろんです、まあ、家族、身内ですかね、僕は。それ以外逆にあと何があるかな。家族を守ることが多分自分を守ることにもつながるし、もうまさに即答ですね。はい、僕はむしろそれを感じながら常に芸能活動やってるんでより思います。うん、なんだろう、なんかね、愛とか夢とか希望とか勇気とかアンパンマン。あの、それで最後にですね、まあ、3年間待ったファンにこの作品のどんなところを見てもらいたいかというところをそれぞれちょっと
言っていただけるとと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、今回割とその廃炉の中でもすごく見やすくて、メッセージ性も最後の藤尾の、まあ、ナレーションもそうなんですけど、まあ、受け取りやすい部分ももちろんありますし、あとはまあ前作から、まあこう時間が経った中で皆さんの想像がいろいろある中で、まあ、親子に関して言うと本当にプライベートでよくみんなで関係値を深めるためにいろんなところ飲みに行ったりとか、まあ、その時はコロナ禍でもなかったので、そういう関係値っていうのが今回画面にいっぱい広がってると思うんで、そういう新生親子というか新しい形のハイアンドローというかっていうのを見てもらえたら僕は嬉しいです。はい、まあもう今すごく言っていただいたんで、まあ、本線としてっていうのも、まあ、何でしょうね、画面で感じてもらえればと思うので、まあ、あんま難しく考えずにこうアクション映画だったりとか、そういうふうに思って軽い気持ちで見ていただくのもいいのかなと僕はこの作品を思っていて、まあ、やっぱりエンターテインメント性がすごく強いので、皆さんに楽しんでいただければそれでいいなって僕は思っております。